ばんは、27歳で今バイトしながら会計士の勉強をしていて、時間が制約されてしまうんですが、銀行の教育ローンを申請しようか悩んでます。小山さん的にありだと思いますか？あ、結構だから似てますね。すみません、もう本当にご縁で選んでますけど、はい、僕はマジでこういうのはありだと思ってます。なんか借金議論がありますけど、もうこれは投資だと思ってるんですよ。自己投資で、しかも借りられるって、これ実はめちゃめちゃラッキーなことで、もちろん借りられない人が多いんですよね。世界見てもらったら分かりますけど、お金がそもそもなくて、そのお金を貸してくれる方もいないと。で、自分に使用力がないから、ね、そもそもチャンスがないって方も世界見たらたくさんいるわけで、そもそも僕らはいい職種があって、こういうふうに銀行から借りられるとか、なんなら教育ローンっていう特殊なローンがあって、金利も安くて元本据え置きでとか、でもそんな環境があるっていうのはめちゃめちゃありがたくて、で僕の場合は奨学金だったんですね。本当にこれはめちゃめちゃ感謝します。もうそれ皆さんね、よくネットとかでは利子ついてるからあれ借金じゃんとか言いますけど、いや僕はそれ分かってて借りてますし、何回それをじゃあ説明されて、本当にこれ利子ついて上げる型じゃないですよと、対応型ですよ言われても、あ、分かって僕は反抗しますから。そんな感じで借りられるんだったら、人の時間とかお金使って今自分のチャレンジ自己成長できるんだったら僕は終わりです。でそれができたから、さっき言いましたけど、ステージが上がって、もう稼ぎのパワーも全然違うし、時間の使い方のパワーも全然違くて、何十倍返しにできて、でまた次に行けるわけじゃないですか。その待遇にいるんだったら絶対僕は借りますね。僕はです。お金も借りて借金もできて合格しませんでしたっていうのが一番やばいじゃないですか。自分の力でそこだけはしっかり受かる。現在大学3年で、経理志望で就活を考えてます。しかし新卒で、経理就職は難しいらしく、どのような業界業種職種かに、就職しようか悩んでます。アドバイスよろしくお願いします。 ESCP は、秋から学習予定です。まあでも経理募集してるとこあると思いますけどね。間違いなく会計系で今ね行くってざっくり決まっていらっしゃると思うんで、それだったら会計事務所とかに入所して、でそこで勉強しながら、いわゆる本丸ですよね、 USCP とか取りに行くっていうのは終わりだと思います。でその経験があれば全然経理とか財務とか景気確率とか引く手あまたなんで、そっちのルートでいいんじゃないかなと思います。はい。近くの公立大学、学費クソ安か、少し離れた国立大学、学費通学代が高いを迷っているのですが、公認会計士になる上で公立大学を選び、通学代を予備校代に当てようとしているのですが、小山さんの意見を聞きたい、高校3年生です。まあ、結論として僕が言いたいのは、優先順位、重要度がどこにあるかによると思います。一番の重要なところがもうお金、もうお金がなさすぎて、もうお金を軸に考えないとどれかしか取れないとかのであれば、お金を軸にしてほしいんですけど、もう逆に言うとだからお金ではないという部分であるんだったら、僕はもうちょっと視野の、まあ、広い、まあ、選べる自分じゃないですか、お金があるってことは。なんでもうちょっとその社会に出てからの、まあ、学歴ってね、まあ、今では不要って言われてますけど、一部では必要なところがあるんで、まあ、学歴のこと考えたりとか、やっぱりでもそんなこと置いといて、一番行きたいのは一番言いたいのは自分が行きたいところ、フィーリングだったり、なんとなくね、校舎が好きとか制服が好きとか、僕は高校時代とかあったんですよね。普通の一般的な学年あるか、僕ブレザーがいいなと思って、そのブレザーの高校はちょっと高かったんですよ、偏差値が。でもそこがいいなと思って僕頑張って、結果めっちゃそのおかげで頑張れたし、入ってからもすごい気持ちよかったし、頑張ってね、しかも自分よりはるかにいいとこ行けて、でしかもそのね、憧れて制服着れてっていうのもあったりするんで、だそのどれを重要視する、それはもう背に腹変えられない、お金とかなんだったらもうそれはお金を取らざるを得ないんですけど、そんな感じでぜひ考えてほしいです。まだね、高校3年生って言ったら、まあ、17、8で、もしかしたら親御さんのサポートを受けてもいいかなと、この年代だったら僕は思うので、まだ大人とは、とても、突き放せられない年代だと思うんで、ね、まあ、将来、ちゃんと恩返しするからっていう、まあ、しっかり姿勢を見せて、どうしてもじゃあ学費高くて、しかもダブルスクールしたいっていうのを伝えて、言い方によってはもう、今だけ前借りさせてくれって言って、で、しっかり稼いでね、返せば、まあ、それはそれでいけると思うんで、本当に何を重要視するのか、はい、自分の人生的にっていうのをぜひ考えてほしいなと思います。